この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。お、ただいまん？真っ白な天井とそれに同化した長い白髪が、視界を覆っていた。やっぱ白髪っていうとちょっと一気に年齢層上がるから白髪と呼びたかったけどな。やっぱ白髪か。赤い瞳が僕を見下ろしていた。ヨナギ？カイト。身を起こす。僕の動きに合わせてかがんでいたヨナギも身を起こした。今度はどれくらい寝ていたんだろう。誰にともなくそうつぶやき、この場所に時計がないことに気づいた。わざとだろうな。ね、睡眠は浅かったようにも思えるし、深かったようにも思える。感情的には深いだろうな。扉が開く。出雲とリープ君が部屋に入ってきた。よく眠れましたか？聞かなくても知っているんじゃないか。食事にしましょう。血糖値が下がっています。それはどうも。ヨナギの方に顔を向ける。ご飯だそうだ。ヨナギはしばらく僕を見つめた後、小さくうなずいた。食卓の席に着くと、出雲が先日と同じコーンを煮詰めたものを出してくれた。その時、きっとこれから毎日同じものを食べるのだろうと簡単に予想できた。小ざっぱりとした味で確かに飽きづらそうではある。スプーンの底、スプーンが皿の底に当たる音だけが続く。出雲が僕を見つめる。またいくつか聞いていいか。どうぞ。夢のことなんだが。夢のこと。俺が見ている夢知っているんだよな、出雲は。出雲がうなずく。こんなに鮮明な夢を見たことは今までなかった。なんだか他人事とは思えない。妙に気になるんだ。どうぞ、答えられる範囲内なら。おお、出た。非常勤講師ってのは何なんだ？端的に言うと、授業のみを行う専業的職業です。これがトピックに入るのおもろいな。通常の教師のように担任する学級を持ったり、課外活動の指導には当たりません。雇用形式も正社員登用ではないことがほとんどなので、副業も認められます。副業、なるほど。有島はまだどこかで小説家の夢を目指しているんだろう。だからその形式を選んだのか。彼の場合は生徒と距離が保たれているのも都合がいい気がする。ずいぶん昔の制度なんだろうね。
はい。夢の中に居酒屋という場所が出てきた。昔の人たちには自宅の外で集まり食事を共にする文化がありました。今はないのか。当時は貨幣というものが流通していて、人々は物品やサービスを間接的に交換していました。つまり今は配給制か。僕は目を丸くした。そんな面倒なことをしていたのか。当時は今よりずっと人口が多かった。物々交換よりも貨幣を通した間接的交換の方が都合が良かった。その貨幣を使って主に酒類と食事の提供を同時に受ける場が居酒屋と呼ばれていました。お酒は当時も大人なら誰でも飲めた？出雲がうなずく。20歳以上であれば。今とは随分違うね。飲酒年齢が引き下げられたのは今の物々交換経済に戻った後のことです。あ、配給制じゃなくて物々交換なんだ。なるほどね。いつもと会話している間に皿は空になっていた。お、ヨナギも食事を終えている。ごちそうさま。出雲がうなずく。ヨナギは食べ終わった皿を見つめていた。ちょっと外の空気を吸ってきてもいいか。外。僕はうなずく。この前案内してくれた屋上から外を見たいんだ。時間が全くわからなくて。問題ありません。確認は不要です。ありがとう。今なら太陽が見えるかもしれない。おや、わかった。お？僕が立ち上がると、ヨナギも席を立った。マスクくらいあればいいんだけどな。一緒に来る？ヨナギが首を振る。やっぱしんどいよな。あそこは…やだ。喋った。そうなのか。リープ君は悲しい音を出しとる。遊ぼ。遊ぼ。遊ぼ。ヨナギがうなずく。リープ君も肯定というか誘っとるな。僕はヨナギと出雲を交互に見た。二人とも僕をじっと見つめていた。一緒に遊ぼ。僕をじっと見つめるヨナギの視線。僕は一旦出雲に視線を移した。いいのか？出雲がうなずく。ぜひ。わかった。じゃあ一緒に遊ぼう。マジか。ヨナギはうなずいて席を離れた。僕もその後に続いて食堂を後にした。レクリエーションルームに着くと、ヨナギは一冊の絵本を本棚から取り出し、床に置いた。絵本か。ヨナギがうなずく。これは？ひらがなで山梨と書いてあった。ずいぶん古い本だな。作者の欄を見る。
てかこの時代にやっぱ紙の本、紙の媒体があるっていうのがそもそもあれやんな、珍しいことやな、こんな時代に。宮沢賢治、1896年生まれ。ほぼ3世紀前の人か。やっぱり2200年くらいで会っとった。わあ、やばい、おじさん、さえ渡っとるな。記憶のない僕の認識が正しければだけど。こんなの、よく残ってたな。読む？ん？ああ。読んで。かわいい。あ、僕が？ヨナギはうなずく。僕はヨナギの隣から本を覗き込んだ。ファイト。ああ。小さな谷川の底を映した2枚の青い、幻灯です。2匹のカニの子らが青白い水の底で話していました。カニって何？カニっていうのは水の中の生き物だよ。僕も実際には見たことはないけど。生き物？うん、これだね。この2匹いる生き物。僕は絵本に書かれて石のような生き物を指しながら言った。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはぷかぷか笑ったよ。クラムボンは跳ねて、笑ったよ。飛び跳ねて笑ったよ。ヨナギは僕の袖を引っ張った。クラムボンって何？うわ、最悪。もう全国の小学生を、何十年もの間全国の小学生を苦しめたワードやな。答えなんかないのに答えを求めさせられる、あの最低最悪な。クラムボンはなんだろう。そもそもカニだって見たことはないのに。この絵を見る限りはこのブクブクのことじゃないかな。ブクブク。泡？うん。クラムボンは泡。多分。間違っていたらどうしよう。いや、でも他に手がかりはないし。続き読んでいいかな。クラムボンはプカプカ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。お？私の幻灯はこれでおしまいであります。うん、おしまい。面白かった？ヨナギは小さくうなずいた。お魚がかわいそうだった。うん、そうだね。次、これ。はい、次ね。これは人魚姫？また泡か。そして悲劇だ。読んで、読んで。はいはい。あれ、ヨナギ？全部で4冊の本を読んだ後で、ヨナギは目をこすり始めた。眠い。あらま。あら。やばい。寝た。お疲れ様でした。お。あ、ちょうどいいところに。ヨナギが。はい。大丈夫です。このまま寝かせてあげましょう。
そう言って出雲は棚に置いてあったタオルケットを取って夜凪の体にかけた。あ、ここで寝てもいいんだ。出雲が夜凪をじっと見つめる。僕もその視線を追いかけて夜凪の寝顔を覗き込んだ。夜凪の口元が微笑みを浮かべていた。笑っている？はい。出雲は夜凪を見つめながらその頭を優しく撫でた。カイトも好きな時間に寝てください。ああ、うん。言われてみれば眠気はそれなりにあった。確かに眠いかもしれない。僕は部屋に戻って寝るよ。はい。ん？僕は夜凪と出雲、それにリープ君に背中を向けて歩き出した。僕はもう一度レクリエーションルームを振り返った。これは何かの暗示なんかな。笑っとるってなんか新しい感情だな。例えば今の今の夜凪って一応夢見とるから人格が凛なわけやんか。で、先生、有島先生であるカイトに物語を読んでもらえたっていうことが潜在的な喜びを生んだんかな。どうなんだろう。出雲。何ですか。おやすみ。心なしか出雲が戸惑った表情になった気がした。なぜ。僕は廊下を振り返りレクリエーションルームを後にした。おやすみなさい。ん？閉じた扉の向こうから出雲の小さな声が聞こえた。僕は穏やかな気持ちで寝室に向かって歩き出した。この実験が一体何のために行われているのかわからないけど、協力してもいいかもしれない。そんな風に思いながら僕は大きなあくびをした。なるほど、これであれか、あと1回だな。